ジョゼルイス・バルボザは、ポルトガルのバイオリニスト、息子バスコもバイオリニストである、リスボンの生まれ、4歳の頃から、父、ルシオ・ルイスに、音楽の手ほどきを受け、5歳で、地元のカフェでバイオリンを演奏するまでになった。その後、エドラ・ハクシャクとフェルナンド2世の妻であった、エリザ・ヘンスラーの講演を受けて、7歳で、リスボン国立音楽院に入学したものの、1年で、 一旦退学し、17歳の時に再度入り直した。音楽院では、ジュリオ・カルドナとアレクサンドラ・ベッテンコートに支持している。その後、ダビド・デ・ソーザ、フェルナンド・ファオや、ジョゼビアナ・ダ・モッタラと共演して、バイオリニストとしての実績を積み、ポルトガル国営放送の弦楽支示相談を取材するなどした。1928年には、ポルトガル政府から、 サンティアゴ勲章を授与されている。リズボンにて没。ルイズ・バーボーサ。2017年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月11日閲覧。エール・アドゥ・バイオリニスタ・リュイス・バルボーザ・ノー・ベアート。2017年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月11日閲覧。ありがとうございます。